骨太の方針は、現在では、経済財政運営と改革の基本方針と呼ばれており、その発祥は、小泉純一郎内閣において、正域なき構造改革の着実な実施のために、経済財政諮問会議にて決議させた政策の基本骨格であった。首相が政治任用したブレーンが、骨太の方針として、総論を作成し、 各論を各省庁に作らせ諮問会議で発表させ、その各論の実施プロセスを工程表として提出させ、定期的にその進捗状況を報告させることで、政策実施の進行管理を行った。骨太の方針とは、2001年6月に答申された、経済財政運営及び、経済社会の構造改革に関する基本方針の際に使われた言葉だったが、 小泉首相の退陣後も骨太の方針大弾として呼ばれ政策の継続性が謳われている。2001年当時の宮沢貴一財務省が内閣府に設置された経済財政諮問会議の議論を骨太と表現したことから骨太の方針と呼ばれるようになった。基本策を諮問会議で具体策を財務省で決めることから 骨や軸がしっかりしている様を名前に込めたとされる。骨太の方針というのは大きな傘みたいなもんだ。総論をしっかり押さえてその下に各省の改革プログラムを組み込んでいく。そうすれば、みんなやでも改革案を考えざるを得なくなる。小泉純一郎それまで大蔵省が握っていた予算編成の主導権を内閣に移すため、2001年1月に、 内閣総理大臣を議長とする経済財政諮問会議が設置された。当時の内閣総理大臣小泉純一郎の政治手法とも相まって機能が発揮されてきた。経済財政諮問会議においては毎年6月に経済政策財政政策の柱となる本基本方針を答申しており最終的に閣議決定される。首相は 骨太の方針が策定された後、各省の大臣に骨太の方針に沿った改革を大臣自身が作成し、諮問会議で発表せよと命じた。飯島伊佐夫秘書官はこれを総論で互をはめ、大臣を抑え、官僚組織のトップを抑えることで格論での骨抜きを許さない手法と表現している。当初は二0一年六月に答申された経済財政運営と、 構造改革に関する基本方針として取りまとめられ、2007年版においては2006年まで使用した経済財政運営と構造改革に関する基本方針の名称を簡略にし、経済財政改革の基本方針と変更している。今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針2003年度までを 成長なしの集中調整期間とし、それ以降の経済成長を軌道に乗せることを主眼とする。経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002経済活性化戦略6つの戦略30のアクションプログラム税制改革経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003経済財政運営と 構造改革に関する基本方針2004経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005調整の次の段階の方針小さくて効率的な政府への取り組み経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006経済財政改革の基本方針2007から美しい国へのシナリオありがとうございます